ピエール・デルボーは20世紀フランスの指揮者。1945年にパドルー管弦楽団を指揮して初の公開演奏を行う。1947年にオペライコールコミック座の指揮者に任命され、1953年まで務める。1956年から1972年までパリオペラ座の常任指揮者。 1968年から1975年まで、ケベック公共楽団の芸術監督並びに、音楽監督。1971年には、ロレーヌ国立還元楽団の主席指揮者に就任。1979年から1982年まで、ニースフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者に就任。 1964年から1986年まで、エコールノルマル音楽院の教授を務める傍ら、1965年から1972年まで、モントリオール音楽院の教授も兼任した。文下に、ジャンクロード・カサドシュ、シルバン・カンブルラン、ドミニク・ルイズ、ジョルジア・ペルギス、ジャン・ピエール・バレーズ、松尾・ヨーコラがいる。フランス音楽の偉大な擁護者として、 幅広い録音活動を通じて、ダンディアピエルネの作品が普及するのに貢献した。ニューフィルハーモニア還元楽団を指揮して、バイオリニストのウルフ・ヘルシャーと共演した、サン・サーンスのバイオリン競争曲の全曲録音は名版として知られる。また自らも作曲家として、二つの公共曲や二つの競争曲のほかいくつかの室内楽曲を残した。レジオンド・ド勲章など、 数々の賞を授与されている。ありがとうございます。